つぼでーす。こんな感じなんだ。覚えた言葉でこのカーブ、もうこういうやつをやったんだ。今日マルシェに行きたいと思います。イエーイ。はい、ということで今日は Vlog を撮っていきたいと思います。ちょうど1年前くらいかなにも登場した、高校の時の部活の後輩ちゃんと一緒に今日はマルシェに行きたいと思います。イエーイ。もうさ、まあめっちゃな、私雨女なんなんやけど、もうマルシェってさ絶対さ雨やったらもう中止やんなんやけど、なんと今回は晴れました。まあ、おかげじゃないよね、完全にその子の、おかげなんやけど、まあ、はい、行っていきたいと思います。ということで、昨日な、足のトレーニングをしました。で、見て、めちゃくちゃ足がもう筋肉痛なんですね、皆さん。はい、もうめっちゃ痛いの。もうこのこことか、このな、なんていうのかな、昨日覚えた言葉でこのカーブ、ここがめっちゃもうこういうやつをやったんさ、こういうやつ、みんな、ちょっと映像流しとこうかなと思うけど、もうこれがな、効きすぎて、ほんまにやばいの。もうめちゃくちゃに痛くて、だからもう今日めっちゃ筋肉痛ねんけど、で、あと、今月から肩のね、トレーニングを、1週間のうち2回入れたいと思います。前までは1か、1ヶ月じゃない、1週間に1回しか入れてへんかったんやけど、それを今月からは2回入れることにしたから、まあ、その、効果がどれだけ出るかっていうのをちょっとまずさ、この映像残しておくわ、今の間にな。で、どっちかっていうと、この下半身は脂肪がもうすごくあったし、こうなんていうの、形も出やすい、まあ、あとはちょっとこの引き付きの指が欲しいかなって感じだけど、上半身はとにかくなんかもう本当に筋肉が全然なくて、やっとちょっと最近なので昔よりもしかないような感じなんですね。はい、こんな感じなんだ。わかりちゃったぐらいだと、キュッ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 キュ、ちょっとマシになった。こうするとちょっとマシ、まあ、いろいろなんか自分の中でもこうやってしたらマシかなとか考えながら、まあ、いろいろやっとるっていうか、そのあれなんですけど、はい、まあじゃあそんな感じで、はい、まあ、またね1ヶ月くらいにこの、まあ、同じ服か分からんけども、こういう感じで見せるっていうか、はい、じゃあまず今からマルシェに行きたいと思いますので、早速車に乗ってレッツゴー、行ってきます。さすがにこれではいかんねな。さすがにやばない、これでいったらやばくない。行ってきまーす。行ってくるよ。行ってくるよ。はーい。行ってき。わー、めっちゃ晴れとる。天気がすごい良いよ。かわいい、ちょっと種類多い。どうする、どうしますか、本当に。
ほら、こっちか、こっちや。あー、すごい。これめっちゃ美味しいよ、ほら。やばくない？キューバサンド。キューバサンド。美味しそう。美味しそうやな、食べよう。イエーイ。いただきまーす。いただきまーす。イエーイイエーイ。美味しい。やばい。あー。どうぞ。いただきまーす。あー、すごい。やばいな。なに、待って待って、今なら無理ですよってさ。じゃあ、あれはさ、なんか多かったやんかな。あ、でも私ケチャップ食べます。こっちは私が食べます。昔はさ、祭りとかのさ、やつでさ、400円とか払うとさ、箱みたいな感じだけどさ、今の通りってやつ全然やんな。トマトがいいな。置いたら出てくるやな。めっちゃこぼしたい。いただきます。麺やろ？だけど食べたら人参や、うん、めっちゃ美味しい。うん、パスタとかはそんな好んでは食べやん。かわいい。なんかそのなんかカバン持ってる感じがめっちゃかわいい。出てこなかなか左の。そうですか。かわいい。おやつにプリンじゃなくてカフェを頼みました。
はい、帰ってきました。めちゃくちゃもう食べ過ぎて顔がちょっと、むくみマックスで帰ってきました。マルシェに行った後に、ココスで、ちょっとお茶をしてから帰ってきたっていう感じですかね。めっちゃ疲れた。歩き疲れたよ。はい、マルシェでですね、イヤリングを買いました。めっちゃ可愛かったからな。ちょっとこれを紹介します。どう？めっちゃ可愛くない？あ、いいやん。てか、もう汗かきすぎちょっとやばいんですけど。お、どう？あ、いいやん、ほら。なんかさ、ワンピースとかにめっちゃ合いそうじゃない？これめっちゃ良くない？イエイ！これは500円。てか、これがさ、500円ってクオリティ高すぎ？かわいい。やっぱ夏はこういうのつけたいんですよ。つけたいくらいよね。はい。めちゃくちゃ可愛い。これはありです。キュンですみたいな感じな。さあ、いろんなものがつけるやん。どんなものつけるやんって言ってたよ。一緒に行っとったお友達に誕生日プレゼントもまあ素敵なルームウェアを一緒にしました。ありがとう。はい、プレゼントで今日は Vlog でした。また明日からはちょっと食事を気をつけてまた戻すしかないですね普通に。はい、ということでじゃあね、またね、バイバイ。今日も動画見て